ご紹介をしていただきましたが、私たちのメンバーは3人でございましてですね、2人は菊池なんですが、1人が佐賀市でございまして、今、フラットマンドリンの準備をしているのが佐賀でございます。はい、主にステージはですね、菊池が多いもんで、佐賀からすっ飛んできてくれてます。非常に助かっております。はい、今日もですね、ちょっと遅れるけど大丈夫だからって言って、天気の悪い中来てくれました。準備はいいでしょうか？OK です。はい、それでは今日は月の曲を、月にまつわる曲を聴いていただきたいと思います。ムーンリバはい、ありがとうございます。ムーンリバー聞いていただきました。はい、多少緊張が伝わったんじゃないかなというふうに思いますが、はい、さっき練習した時はとっても良かったんですよ。聞いていただきたかったです。はい、向こうから月の歌、月の歌と来ましたんで、私も月の歌を歌おうと思いますが、聞いたことはないだろうというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。水の匂いを嗅いでいる。
原稿を吸い尽くしたのに光る潮騒を巻き取るような春の月春の月寝息を包むお札かもう少し一人で見ていたい月だできるなら月光浴びて狼に満月やあなたの首を借りに行く魚屋に死にたての魚を突き裂いる魂のどこまでかのし月印もう少し一人で見ていたい月だたまさか月という曲でございました、これはですね、楓組とおっしゃる俳句の集団がいらっしゃいます、その方たちの俳句の句集の中に入ってた月の俳句を集めて、そして曲にさせていただいたものでございます、たまさかっていうのはその句集の表題が玉坂っていうんで、その中の月の分だけ集めたんで、玉坂月という題名にさせていただきました。はい、それでは、通常の CCF に戻りまして、リードボーカルを美穂さんがやります。はい、それでは、星巡りの歌、月とはちょっと離れますが、お隣でございますのでね、月の周りでございますので、星で許していただきたいなというふうに思います。それでは星巡りの歌。あ、これ宮沢賢治さん の歌でございます。作詞作曲宮沢賢治さん。はい、よろしくです。Oh.
星見降りの歌、ね、いい歌ですよね。宮沢賢治さんはシンガーソングライターでもあったという証でございます。さあ、楽しい時間はあっという間に過ぎるものでございまして、次の曲で最後、あ、最後っていうか私たちの出番は最後でございます。この後、ありがとうございます。この後もっとまだまだ出演者多数出ていらっしゃいますのでね、楽しんでいただきたいと思います。ケサラはケサラを歌いたいと思いますが、ご存知のところ一緒に大合唱をよろしくお願いをしたいと思います。 CCF でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 CCF でした。